どうも、なにわ男子です。イエーイ、じゃあ、はい、ということで、うん、今現在ですね、うん、1月5日の17時公演の青春ツアーが終わりまして、はい、全日程終了いたしました。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。来てくださった皆様、応援してくださった皆様、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、楽しかったね。だってもともとは2019年で終わるツアーやったから、そうそう、追加公演で、さらに追加公演で、最終的には2020年大阪京ホールで終われて、ほんまに僕たちめちゃくちゃ最高でした。あの、いろいろありまして、我々ですね、めっちゃ泣きました。はい、めっちゃ泣きまして、あの、今多分見てください、高橋君に関しては放心状態なわけです。フリーズ天気声出てへんよ。いや、でもで、これね、スタッフさんが用意してくださって、はい、愛されてますね。ほんまに嬉しいね。お前食べたよ。何やりやりやり、食べたよ、正直に。食べてないよ。嘘つけ。なんでこの顎にクリームついてる。いや、やめてよ。見て、よく見て。ちょっと、いや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 、どこに飛ばしてんねん。どう元気出た？よかった。青春できましたからね、すごい楽しかったです。本当にかけがえのないファーストライブになりました。次はね、セカンドツアーできるようになにわ男子頑張っていきますので、これからも応援のほどよろしくお願いします。お願いします。最後にちょっとミケルさんいただいていいですか？あのフレーズいただいていいですか？青春しよ。ありがとうございました。幸せ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 。